アレクサンドラ・スチュワルトはカナダ出身の女優。フランス語圏ケベック州の出身でフランスにてデビュー。60年以上のキャリアを誇り、同国を中心に欧米をまたにかけ活動している。カナダ東部のケベック州のモントリオールで生まれる。1958年にフランスのパリに行き、コンセルバトワールで学ぶ。翌1959年、本格的に映画デビューした。 以降、フランス映画をはじめ、ハリウッド映画、ドイツ映画、イギリス映画などに出演し、国際的に活躍している。テレビドラマへの出演も多い。私生活では、ルイマル監督との間に、数目あり。1963年、4月1日から4月10日まで、東京、丸の内の東京商工会議所ホールで開催された、第3回フランス映画祭のため来日。 他に彼女と共に映画祭に参加したのは男優のアランドロン、女優のマリー・ラフォレ、フランソワーズ・ブリオン、映画監督のフランソワ・トリュフォー、セルジュ・ブール・ギニオンらであった。また、1965年のミッキー・ワンでは俳優の藤原鎌たりと共演している。アランドロン俳優引退へ最高の美男の奇跡、毎日新聞、2018年3月24日閲覧。